もうこれからな、やっぱり第一産業に変えるんでね、世の中も、世の中も第一産業に変える。だから ね、それ以前にな、もっと大事なことは、第一産業がなんでええかって言ったらね、言おうか、最強になんでええかっていうと、何があっても食っていけるんちゃうことが。過ごしましょうよと。意味がよ、言うてる意味が、今車を止めとったら路上駐車しとった。いやいや、曲がる、これでしてないよ、全然。これから曲がるとこ止まっとったわけですよ、横断歩道もない、すごい狭いところね、で、右曲がちょっとよこっちに寄ったんですよ、な兄ちゃん、大きな兄ちゃんだったの、歩いてる兄ちゃん、自転車の兄ちゃん、前から歩いてる兄ちゃん、なんやねん、という格好で。それは引きそうになったんじゃん。いやいやいや、ちょっと行って、まあちょっと邪魔になったんかな。それ邪魔になったんやろ、あなたが悪いか、それ。いやいや、ちょっとね、そこでね、もっと明るくできないから、ね、だから明るくで、何を明るくで、はい言うの。いやいや、そんな怒らんでもね、いいんじゃないかなと思って。あなたの自動車が邪魔やったんちゃうの。いやいや、そうだと思うけどね、だから私もすいませんって言って、大きな声で開けて言いましたけどね。開けてて、こうやんの今。こうやこうやけどね。あ、こうやろ。で、もう一つね、今日ちょっと言いましたけども、新聞さんに行ったんですよ、で新聞さんに行ってですね、ドアをパターンと閉めたんですね、普通通りにね、パターンと閉めて、で新聞さんの おちゃんがですね、それちょっと隣うるさいので、パターンとしたらダメですよと注意されたんですよ、あ、そうですか言うて、で出て行ったらダメー言うて、怒られたんです。誰に。知らんおっちゃんに。どこに歩いてるおっちゃんに。いや、もう2階におる、2階に。ああ、新聞配達の、新聞屋さんのテナントの建物の近所に住んでるおっさんがうるさいって怒ったわけや。怒ったわけや。ほんで、これで私またすいませんよ、こうやった。いや、これで、すいませんの、みんなに聞こえるようにね、言ったわけや。言ったんですよ。ほんならまた怒られたよ。いや、怒られない。もう何にも言わない、お前とまたうるさいって言われるのな。いやいや、そんなこと言うと分からんと思って。だからどうした。そういう世の中かなと思ってね。どういう世の中なんだから。いやいや、まあちょっとね、みんなちょっとしたことでね、ストレス固まってるかどうか知りませんけども、ちょっとイライラとくるんかなと、何事にもありがとう。ちょっとよく分からんねんけど、そういうね、気持ちが大事かなと思ってね。もう僕自身もね、ちょっと止めたのがあるかも分からんけど、ちょっとパターンと、そういうそれだけでね、初めてだけども、そういうことも考えるとあかんのかなと思って。ああ、なるほどな、言われやすい顔なんちゃう。遠くから見たからね、そんなにないよね。まあこういかつかったらね、言いにくいかもわからないけど、見て言うたかもなんね、確かに。そやな、だからランボルギーニやったら言えんがわかるな。言わないでしょ。それあかんな、問題やな。それあかんと思うよ。あかんな。まず、多分でも、めっちゃ多いやん、社会問題や。あなたが自動車、車運転してましたと。で、別にそんな自分は変な運転してるつもりやないけど、歩行者の人にから見たら、こいつ邪魔や、迷惑なっていうのもあるんばいな。で、これ、何を言いたいんやけど、話は。
煽り運転とかなんじゃかんじゃいっぱいあるけどやで、結局あれ煽られてる方も悪いやつもおんねん、結局な、地球に来たりね、何かやっぱり何かだと言われへんし、ちょっとあって帰ってくる人間もね、いやカリッとというよりは、うん、やっぱり相手の迷惑を考えて運転もせなあかんし、うん、歩行者もそれも考えなあかん、お互い様っていうことでしょ、うん、言うてんの、うん、そうだね、だから何でもかんでもやで、その煽り運転禁止とかやで、うん、道路交通法を作ってもやで、結局今度煽られる方は別にええことだぐらいにしか思てんわけ、うん、逆を言うたら、うん、おじいちゃんおばあちゃん特におばあちゃんなんか、うん、ゆっくり乗らんくら運転手のあれも危ないよ、ね、来ますわね、我が道を行くみたいな、なんそんなもおるやんか、うん、どうしたらいいねん、ほんだら何のテーマやねん。いや確かにね、あのちょ今回もちょっとしたことやけども、うん、まあ煽り運転みたいな大げさじゃないけども、うん、ちょっとしたことでもそういったね、向こうのね、相手の心がちょっと来てですね、うん、怒ってしまうということが、うん、怒るんやなと怒るそんなん怒るとか、そんなんあなた今言うけど、じゃあもっとそれお互いみんながやで、そんなことで怒らんような、もっと心をおおらかにして生きていきましょうよ、笑顔だっていうこと言うてるわけやろ。まあできたらね、中国なんかこれの今の先輩すごいで、もっとなるほど。違う。多分そうやね。ベトナムでもね。すごい。いやベトナムはそういうタイプだけど、ベトナムはただ単にプップップップ鳴らしてるだけやけどな。あれはあれはここにいますよっていうのでプップップップ鳴らしてるだけで、中国なんか行ったら生きていかないんだよ、そんなことったら。そう。ほんでどうしたいの？いや、世知辛い世の中やな。そう。どういう気持ちでおったらいいかな。どっちが？あなたの方が、そうみんなね、みんなは知らんわ、例えば私の、そのちょっとこうわあ言われた時にどういう心でおったらいいか、桃川が大きな声で、大きな声じゃなくても、ありがとうございますって言うとね、なるほどね、そこで誰かみたいに怒ったらあかんわけね、俺も怒るね、ありがとうございます、今すぐ言ってまいったら、そしたら怒ったれ言うて言ってました、いや怒ったるどころじゃ俺やったら何か投げるわ、うん、でしょまあだから何かがあったわけですよ、うん、それね、で結局なあなたもそうよ、うん、相手にとっては何かがあるわけですわ、うん、でこっちはこっちの言い分をあなたが言ってるだけやんか、うん、相手にとっては不快なんよ、うん、その歩いてるお兄ちゃん、うん、なこのクソ邪魔になる汚い車乗りやがって、この厚かましいクソじじいがって向こうは思ってるわけですよ、うん、ね、だからちょっとあったらバッてなるわけや、うん、だあなたも何かあったはずだ、僕も確かにね、ちょっと寄せるのはわかる、ちょっと向こう嫌かなと一瞬ちょっと思ったんですよ、ほんであなたが悪い、いや悪い、うん、お互いだ、でもそういった場合どうしようかなと、先に言うね、先に開けて先に、ああごめん、先にごめんねって先に言うね、先に、あとから言いましたね、ごめんなさい、先に言うね、先に言うね、うん、何がって、向こうが何も思ってなかったら、何がになるし、うん、先に、まあ、それも変な人やけどな、だいぶ、うん、まあ先に言う、そう、それは確かにね、なんか先に大きな声で言ったらいいと思うんですよ、でも、まあ、車のドーンって音鳴ってうるさいって言われるのは、もうこれはそっと閉めよ、これからそっと買いは、買いね、わざっと落としてしまったんだよ、もうちょっとええ車に買え、ええ車そんなバシャーンってなれなれ、うん、もっと低い音で静かに K だったり、俺の K 見たとか、あなたのボロ車やったらバシャーンって言うからいや、あれ普通慣れてるでしょちょっとちゃんとした話しようやん、俺カットの話、ほんでいや、ちょっと今日そういうの感じたんでね、何をどう感じたか今わかる、そういったね、世知辛いというかね、みんなね、カリカリしてる世の中やなと、うん、で自分自身もね、それで反省せなあかんなと、うん、まあな、うん、まあでもこれから日本人口減んねんから、うん、まああなた死んでるやろ、俺ももう死んでるわ、120もうちょっと、まあ、私の師匠は150、まあそんなのがいいけど、もうあと30年もしたら人口減るんでね、うん、俺ら死んでるけど、その時になったら世知辛くなくなるわ、少なくなんねんから人間、
そう、今の1億2000万もね、8000万ぐらいはちょうどええ加減や、日本なんて人口減る人口減るって世の中あんたら言うけど、あんたもそう言うてるやろ、国から世の中人間が減んねんから、うん、減ったら経済が大変だって、大変ちゃうわ、昔人間が日本なんかちっちゃいとかいうのに多すぎて、うさぎ小屋みたいなちっちゃい家住んでって言って言ってたやろ自分らで、え、減った方がええの、大きい家住めんねんからそれは分かんないですよね、え、減ってまたちっちゃい家になるか分からへんし、ね、減った大きい家になるやろ別に、なんでちっちゃい家住まなかったの、ちっちゃい方が好きなの、いや、そんなことない、固定資産税かかるしな、まあまあまあ大きいのはね、でも税金かかるしな、税金ばっかり持っていかれるしな、ほんでん、ほんで終わりか、それ終わりですこれは、何やねんそれ、何かありますか、いっぱいあるわネタは、うん、ネタ言いましょうよネタ、なんかもう自分、何か自分そのと車乗っとって文句言われたとか、なんかわけのわからんような話を誰も聞きたいよそんなの日常の生活ですわ、うん、まあ年寄り立ち悪いやろ、大変やね、まあまあね、え、バイト、もう頭硬いからね、あなたより10歳ぐらい上の人ら、うん、もう70以上、74、5ぐらいが立ち悪いの多いで、80、今の80住んでる人はまたちょっと違うんだけどな、うん、ちょっともうなんていうか素直なな、うん、まあ、もう今まで苦労した分、あ、なんか中途半端で70過ぎぐらいの人らが立ち悪いの多いで、なんでやこれ、まだいけるぞわしは元気だみたいな、ちょっとあるけどね、え、まだあるんでしょう、まだもう8時過ぎたらもう、もうええわと、なんか暴走する人多いよ、ほんで あるね時々、いやいや、ここら辺でもいっぱいおるよ、そんなおるこの辺だろ、だから例えば朝の4時とか5時に起きて街をきれいにするってゴミ拾ってたりするわけや、でその周りはそこまではええんよ、今時間もあるしやってくれてんねんなと思うけど、それが行き過ぎて今度路上駐車を勝手に取り締まるふりしてみたりとかな、写真撮って、おう、ああ、とかあとここにグループさんって言うてたのに、この路上ここダンプ止めたらあかんとって写真撮ってみて警察署に言ってみたりとか、それはなんか仕事じゃなくて、そうそう、そんなのいっぱいおんねん、行き過ぎてエスカレートしていくんよ、だん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 、ああ、なんか、お願いし、正義感というかね、変な正義感というか、自分の存在価値やろな、うん、だからまあまあまあほら承認欲求っていうんか、うん、それが変な方に向かうんやろ、うん、なんか、ね、欲がね、で逆に迷惑扱いされると、うん、家にもおるとこないと、うん、外行ってまた迷惑扱いされると、うん、クソ自分ゴミだけ入れといたら何言っていいなことすんなよもうと、うん、みたいなのが多いよ、なるほど、ね、このコロナのマスクでもそうやんか、うん、多いやろよ、なんか変な取り締まりみたいなことやってるやつが、アホかお前はみたいな、マスクしてたね、言い訳ね、マスク警察だから、そこここまでっていう線引きがなかなか自分でこうなんていうんかな、できへんっていうか一歩踏み込んでまうんやろ、もうそこまでせんでよろしいですよって言ってることをやるからおかしいなって言って嫌われんねやろ、ほんで自分の居場所なくなってもってまた意固地になって頑固じじいのクソじじいになるっていうパターンじゃん、うん、なんなのかよく分からんねんけど、まあ、なんか確かに言うて自分自身を出してね、こう、まあ証明したいというかね、まあ、元気やできるよというのを言いたいんやろね、ほいでちょっと話があるけど、あなた会社員やったでしょ、はい、まあまあ途中から個人事業の人、うん、経営者に変わったけど、定年まで会社員として勤める、あるいは公務員として勤めて退職ね、いわゆる退職して老後を迎えるね、年金生活に入る、リタイアするっていう人って、やっぱり退職した後って何しようか困るっていうのはあんの、ほんまに、あるある、やっぱあんねん、いっぱいある、あるんや、うん、もう明日から今日で終わりと、まあお祝いしてもらって、今日で35年40年続きました、はい退職だ、うん、はいさよならって言われて、次の日家帰朝起きたらどうしようこれってあんの、やっぱりほとんどそうです、あそうほとんどそうです、 90% そうです、ね、何してんのとさ、花を作る草抜きしたい
そう、大体なんでその前に準備せえへんの。そうね、そういうね、サラリーマン大事な話やもんね。サラリーマンでね、必死なんですよ。何に必死やねん、だから何に、うん、それはもう、与えられた仕事をやっていくためにですね、朝早起きなんか頑張るんですよ。与えられた仕事にやっていくのに必死って、キチガイかバカか死ねえとしか思えへんけどな、俺が。今はそういうことしか知らないやん。今日の一番言ってる、なんで与えられんねん、自分で探せみたいな。そんなあんたサラリーマンやってませんやんな。やっぱサラリーマンってバカか、ピーやなこれ。バカというか、もうレールの上しか、いやリスクが怖いんですよ。毎度レール引いたところを歩いていく。あ、引かれたところな。人に引かれたところな。人に引かれたところな。でもう手出たらもうなくなったでしょ。うん、もうどうなんしょうよ。怖いなぁ。怖いよ。そんな恐ろしいことようするな。で、じゃあ、ね、定年やっと終わったと、定年したと、さあ俺は焼き鳥屋でもすんねんっていうにはならんねん。ならへん。なんでや。それはまあ、そこもらうでしょ、まあ、うん、20、30万ね、うん、毎月、うん、給料な、あの年金を、あ、年金か、年金を、で、そうで、まあ、辞めた時にまあ、2、3000万もらえるかな、退職金、うん、まあ、今はないけどな、もうな、この先もな、はいはい、まあまあ、一応ありますと、まあと、うん、で、総量を使ってね、なんか焼き鳥屋とかね、漁師になるとか、漁師になるとか、うん、俺は年間の長年の夢の漁師になるんだとかってないの。ないでしょ、40年30何年間ね、あの与えたあのレールの上だけ歩いていてね、うん、分かりました言うて、はいどうですか、仕事やっとってね、うん、ま、もう訓練されてできないの、そういうことは。あ、でそれどう思う、悲惨な末路やなってやっぱ思う。どうやろうな。ただね、まあ僕のと、まあ、今今おるでしょ、お客さんいっぱいおるでしょ、はいはい、あの同窓会、はい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 、感じやからね、はいはいはい、で、ただね、まあいろいろってね、もうその前に辞めてしまってどうにもならない人生を送った人もいるから、ね、うん、だからそういう、まあこれで言い方があれやけども、うん、そういう人たちに比べたら、まあ、要60歳まで、65歳までどうにかやってきたな。これからやん、ハッピーになるの。そうやけども、もう65、レールは少ししかないんです、同じは。それがあれちゃう、世の中に嫌われるような、なんかもう、そうかもだね。ああ、自分の承認欲求、もうそ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 う、違うとこに求めろよと思う。まあそんなのばっかりわけよ。あ、そう、もうほとんどそう、ほとんどそう、ほとんどもう 99% これ。ああ、これ見てるとめっちゃ勉強になってる、これだけで。まあそんな人生を俺は嫌だと思ってる、若い子めっちゃ。あとは当たり前やけど、これでね、これでね、まあまあ、私若いメンバーとそういう起業家の人たちにも会うことあるんですよ、うん、俺みたいなの。え、もっともっともっと若いから、まあどうにかね、まあ、やめるかな、やめてちょっと30ぐらいですわ、うん、で、まあ、うまくいったかどうかわからないけど、ちょっとそれでやめて自分やりたいと、うん、で中井さんの意見を聞いてほしいと言って会うんですよ、うん、あのね、夢が小さいんや。何や、夢が小さいって。というかね、規模がちっちゃいですよね、うん、ま、あの要はね、商店街のおっちゃんみたいな感じですよ。だからなんやねん。だから、うん、そういう、まあ、30ぐらいでね、起業化していって、うん、仲をやっていく、長続きはできないんですよ。何が長続き、そういった、自由やっていこうという、ね、やってもやめるってこと。そう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 。ああ、引くんや、もう戻ってくんねや。できないですよ。なんやねん、できないって。だから、いや、長続きできないですよ。戻る、どっか行く、飯食えるからじゃんか。いや、飯食えなくなるんですだから。食えなく
楽な生活をあるからええやろ、日本。そうそう、そういう感じなんですよ。おお、あなたの周りちょっと変わった人多すぎるわ。え、だから僕60ぐらいやったら、うん、まあが、ね、そこそこみんな頑張っていくんですよ、毎日そこそこ、はいはいはい、で60か65まで働いて、やっと年金もらったと、うん、あとこうね、草むすびして、ね、まあ植木な、まあ、毎日花とか、まあ、孫の面倒見たりね、あ、そういう感じの人もおれば、うん、そこにとこれいいかどうかわからないけど、うん、到達できんね、もうそれこそ落ちていったんや、うん、もうええやん、生活保護で飯食えねえから、うん、あの孤独老人ね、うん、になる人とかね、うん、で若い人でもなかなかね、まあ100人おったら1人か2人やな、孤独老人な、あのね、生まれてくんのも1人で生まれてくんのよ当たり前のことは。で死ぬ時も一人死ぬんよ、一緒に誰もついてきてくれへんのでね、うん、それはあんたがポクッと言ってやで、一応葬式の時この足はやってくれるけど、あなたと一緒に三つの川まで行ってくれるのなんておれへんだよ、そのなんかあなたが死ぬんやったら私も死にますわって一緒に死んでくれたらおれへんのよ、おれへん、おれへん、うん、だからね、別に、まあ、それも人生と僕思うんですよ、それが人生、それが人生、それが分かる、うん、だから一番大事なのはね、うん、自分が納得する生き方しなさいっていうことなんよ、分かりやすいと、分かる？分かるんですよ、だから自分が納得する生き方ちょっとかっこええわけよ、もうそれだけでもう没頭してるわけやから、それに、どこにもリタイアして定年迎えたとなんて、別に年金もらって生活できるんやったら別にお金稼ぐ必要ないんだ、あればやで、ほんま好きなこと没頭したい、ほんだそれが花開くわけですわ、またこれがまたかっこいいわ、こんなやってみたいわっていう人が出てくるわけよ、うん、今の時代は。いや、そうなんですよ、だろ、うん、なんそれせえのかよくわからんの、俺には謎で、俺漁師になるから、俺昨日言ってあの綺麗なんですよ、おどうしするのこれから、昨日ちょっと和歌山にとって俺おとつい、奥さんが一緒に俺お休みやったらな、はい、一緒に行こう行こうとか、お寺とか神社ばっかりなの、山の方の、あ、そうなん、お寺とか神社とか俺綺麗なんや、あれもう歩くのしんどいから、いや歩くのが綺麗、俺船の上とか海に泳いでるのが好きなんよ、わかる、わかる、わかる、で、まあ俺は海の目の前が海じゃないと分かるわけ、沖の島やもん、まあ、どこでもいいわけや、俺バイクとかなんかあるから何でも、外国でもどこでも行けるから、船を目の前に置いてやで、まあもうぼちぼち準備しようかなってほんまに思ってる、要するに今あの買ってますよ、ね、お父さん、あれは仕事やんか、収益上げるためにやってるだけだから、自分の行くとこよ、うん、まあ逆に言ったらどこ行こうかな、あそこ行こうかなっていう考えるタイプじゃん、どこでもええんだ俺、うん、はっきり言うと目の前の海さえありゃ、うん、どうにでもなってになるんでね、要はおかずのミントに行くやろ毎日、それはもうあの奥さんとは関係なくね、いやそれだけかっこいい人やからついてくるやん、またついてくるの、そらそうやろ、寺とか行ってるのに、いやだからほんだら寺なかったら困るわって奥さんが言ったらやで、うん、寺建てなしゃあないよ、うん、まあそれは、いやまあほんなら行きましょうよ、これあの小笠原諸島へ遊びじゃない、俺もほんまにな、もうちょっとそろそろ準備したい、ね、もう海がなかったら体縮んでいくね、俺海見たら体パーッてかなるから行きましょう、フィッシングのあの、はい、俺のあの顔ね、俺ニコーって笑って体パーッて、全然見てないよ、背筋バーンと見るし、そうあの顔全然変わるから、全然顔が違う、あの光合成いけるし、うん、こう、光るね、はぁーいいです、それ行こう、それ毎日船乗って魚取りに行くのが、潜ったりな、サザエ取ったり、アワビ取ったり、カキ取ったり、岩ガキ取ったり、伊勢エビ取ったり、俺夜潜らして伊勢エビ取らしたらむちゃくちゃうまいから、毎日それがどうなの、だからそれが楽しいね、どうも毎日毎日毎日、あの綺麗な奥さんに今日は伊勢エビ、今日はこれ今日はブリの際、え、うん、奥さんとにかく飛び玉テニスしたいって言うんじゃん、ちょっとまたもらわないちゃうやん今日なんでええやんこれ、ね、超変番やなこれ長いねええ一回ここら辺でパスッと切るから編集の時、ほんでまた続き続く、まだ切ろうかい、切らんのこのまま俺が編集で切るから次
最後